ますこの野郎。はい、こんにちは、佐藤光です。今回も FF7 リバース、美しい後ろ姿おじさんのクエストをやっていきましょう。あんたらか。家畜を襲う魔獣。うまく逃げてるみたいだな。ああ、ちょうどよかった。仕事を頼めないか。なんだいなんだいなんだい。俺はオリバー。ここの農場。オリバーさん。実は夜な夜なうちの家畜が襲われて困ってる。そりゃ困った。犯人はモンスターだろう。探し出して退治してくれないか。いや、モンスターだったら俺たちが何でもやると思ってるでしょ。あんたのブロードの関係を教えてもらおうか。俺はグラスランドの自然が大好きでね。守りたいと思えば半神羅の旗を掲げることになる。なるほど。そんな俺たちみたいのをつなぐやつがいるのさ。はあ。ブロードやアバランチとはその縁で知り合ったんだ。そうなんだね。立場は違うけど情報交換は欠かさないよ。まあ、グラスランドを守りたい、この土地を守りたいっていう気持ちは、まあ、アバランチであるとか、あるいはアバランチとつながりのあるあのドラクエ伯爵みたいなブロード、もうだいぶ昔だけどな、うん、まあクラズたちをあれだね、カームから逃がしてくれた男だね。アイストはそういう仲なんだね。モンスターの特徴教えてくれ。恐ろしく頭のいいやつさ。罠を仕掛けても物ともしない。ほう。ハンターも雇ってるが今のところ成果なしだ。今思いっきり犬が突っ込んでったけど大丈夫？引き受けよう。助かる。任せろ。そのワンちゃん、あんたが飼ってるのか？怒るよ。犬扱いはやめた方がいい。バルーって言うから。おー、よしよし、かわいいね。バルー。元気がいいな。犬の嗅覚なら追跡できるかもしれない。追跡？ほう。一度犯行現場を調べてみてくれないか。あ、そういう感じ？まあ、チョコボでいいんじゃない？レッドサーディー、いや、お前その気になってんじゃねえよ。これ以上家畜が減ると廃業もありえない話じゃない。いや、レッドサーディー、そうじゃないじゃん。お前何やる気になってんだよ。犬じゃないだろ。あ、ここに来たのね。どう、匂いわかる？異常発達した嗅覚でわかる？どう、レッドサーディー、お前の鼻ならわかる。ここか。お、わかるか。犯行から数日経過しているな。生臭い他の獣の匂いも混ざっている。犬か。追跡は難しいだろう。難しい。チョコボに嗅がせてみるか。チョコボの嗅覚が優れているとはいえ、これは無理だ。え、何それ、タイマー合ってんの？試したいなら止めはしない。え、何、チョコボに対してちょっとライバル視ある？変えてみようか。分かったみたいだぞ。お、はいや。私も検討はついている。え、答え合わせといこうか。え、なんでそんなにチョコボに対してライバル心を、匂いを嗅いで、まあ、匂いを嗅ぐとこのルートがもう一回出てくるね。このルートをたどって、うん、レッドサーティも実は分かってたって言うから。失礼します。今度はレッドが調べてみるか。いや、まずはチョコボに任せてみよう。え、なんでそんな負けず嫌いな。ちょっと可愛いところあるじゃん。結構行くな。結構行くな。え、だいぶ行くじゃん。あ、ちょっと待って、ここのアイテム取らせて。よいしょ。こっち行って、え、ここで新たな獲物を襲ったような。あ、そうなんだ。嗅いでみよう。お、私はチョコボが間違えないようにサポートしよう。なんでさ、ライバル心むき出しなの。もう俺には無理って言えばいいじゃん。しょうもないおっさんみたいなことすんなよ。まあ、でもこれチョコボについてくる。結構行くな、行かせな。はい、失礼します。行くね。え、めっちゃ行くじゃん。え、すごい。モンスターの間をすり抜けていくじゃん。まあ、モンスターだからいいのか。え、どこまで行く。すごい、すごい通り道すんな。あれ、どれ、あ、ここ一回来たんですよ。なんもない海岸でさ、なんかおかしいなと思ってたんですけど、動画ではカットしてましたが、やはりここ来たか。いいだろう。でも何もいない。あ、え、何もいないけど。お、どうした。
どうしたチョコボ。あいつだ。え、ドイツ。え、ドイツ。え、いる。え、いる。あ、いた。あいつ何。え、でかない。え、でかない。こいつ何。うわ、何これ。ホワイトファング。はっ。あらら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 、はい、見破らせていただくよっつって。落ち着いていく。さあ行くよ。ホワイトファング、結構一目だるね。カームファングの亜種、かつて群れの長を決める戦に敗れ瀕死の傷を負ったが、ライフスポートの家具によって一命を取り留める。白い体毛に覆われた孤高の獣だそうです。時間経過なのでエネルギーを蓄えて強くなる。ダメージを与えたり攻撃をガードしたりするとエネルギーが減少していく。蓄えたエネルギーが失われるとヒート状態になると。ダメージを与えたり攻撃をガードする。まあまあ普通に戦えばいいのね。 OKOKOK、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。防御。このおい、てめえ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 、あらららららら、いて、こんなの、こんなの、かかと落とし、いいで。私の出番。なに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 、変なことして、危な、変なことしないでよ。ケアルラ、ティフは俺が出る。うわ、変なことしないでよ。バーストスラッシュ。あら、てめえ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 、もう一回ここでバーストスラッシュしてくるぜ。よいしょ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 。僕、あ、僕間に合わなかった。僕合わせろ。決まった。来いよ。あ、ちょっと、あ、あ、入んなかった。強いすぎるか。ネックバウンド。あ、よいしょ。キャルキャルタタ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 、いけ。ほわい。にゃんにゃんにゃん、回復魔法使える人がいません。貯めて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 、エール貯めて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 、危ない。クラウド危ない。ケアルラ、クラウド、危ねえ。あー、死んだ。待ってて、すぐ助ける。オッケー。おー、今作初めてのフェニックスの王。またよろしくね。いいとこ。え、でで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 で。よっ。よいしょ。スラ。行け。飛んでくる。よし、オッケー。で、待って、防御。マジックケアルラをクラウドに入れていただいて。もうすでにバースするんじゃないの？オッケー。一気に叩き込む。強切りだ。あれ、殴れ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 。オーケー。やりよるわ。どうした。神羅のビルにいたせいで私の鼻はすっかりなまってしまったらしい。私だけではここまで追跡できなかっただろう。チョコボのおかげだ。ちょっと負け惜しみ言うじゃん。チョコボに弟子入りすべきかもな。あ、でもスノンゾコあるじゃん。え、なんか素直なんだかなんだかよくわかんないけどな。うわ、強かった。あ、まあファストトラベルで戻るか。おい、全然強いよオリバーちゃん。あ、これ、じゃ、これ、これチョコボだ。こっちか。ここ。オリバー。なあオリバー、あれはやばいわ。てか、よくここのやつら全員食べられなかったな。おお、そうか、倒してくれたか。おい、サキュー、大変だったろ。こちらこそ。もしかして君が活躍してくれたのかな。なんでこの時人間のことは喋んないの。ご機嫌斜めなワンちゃんにご褒美だ。おお、硬そうな肉。おい、いやいや、犬かよ。こっちはあんたへの報酬だ。お、何くれんの。話は変わるが、オールガード。ブロードが体調を崩しているらしい。あ、そうなん。もしカームによることがあったら見舞ってやってくれ。あいつにも世話になったからな。おー、グラスランドエリアの新しいクエスト発生。了解。おー、俺の代わりにブロードを見舞ってやってくれ。いや、お前が行けよ。で、なんか入手しましたね。オールガードだっけ。これだ、オールガード。あーん、まま。15-15、まま。森の哲学者フクロウをモチーフにした腕輪ですと。まあ、でもカッパーガードは14-14だからね。
まあ、これクラウドにそうしてもしよう。でそしたら1414か、まあ、バレットに装備させようかな。そうだね、バレットにじゃあカッパーガードか装備しておきましょう。てなわけでクエストが追加されたんだよね、これ。あ、これなんだ、家畜を襲う魔獣。ん、クリアになってんの。あ、あっそうあっそうっつってオリバーのとこ行けつつだよね。じゃちょっと久々にカーム戻りますか。はちゃめちゃに久しぶりだな。カームってどうやって戻るの。これ地下防空壕からじゃいけないの。カー、ここか、カーム。うわーちょっとなんか懐かしいね。うん、すごい懐かしいんですけど。ファーストトラベル。うわー戻ってきたわ。これカームって本来どうやって入んのこれ。ここ今ファストトラベルしたけど、この道どうなってる。あ、なるほどなるほど、あそこの道から繋がってたんだ。なんかここぐらいまでなんかそういえば歩いてきた気すんな。でこうやってカームの中に入れるんだ。おー、せっかくだからカーム戻ってきたので、まずはちょっとオリバーに礼言おうか。いやなんとかなったよっつって。ほらサボんないで。カーム、おお、なんかクエストマークが2個あるね。正面と、こう正面の男から行こうか。こいつか、これもなんか仕事の依頼系か。カームの生命線。お、町長さんじゃないですね。失礼。すごい深い掘りだね。お、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。冗談に聞こえないんだよ。そういう冗談は感心しませんか。怒られてるじゃん。で、なんかあってろ。シーナが来たからね。パイプから魔鋼が漏れているようです。ほう、何でも屋さんが応急修理をしてくれていますが、やっぱり本職の修理じゃないと不安ですからね。我々も本職じゃないんだけど。到着をお待ちしているわけです。何でもよ。ええ、ミッドガルのスラム界隈では有名なんだ。あれ、偽何でもよ。会ってみてえの。偽何でもよの登場。ではご紹介しましょう。その代わりというわけではありませんが、伝言をお願いしてもいいですか。おお、面白いことになってきたね。おー、パイプとは。いわゆる魔鋼パイプです。見たね、魔鋼パイプ。ミドガルからパイプを引き魔鋼を送ってもらっているのですが。なるほど。そのパイプが不調で魔鋼が来ないのです。あら困ったわね。タンクに蓄えがあるもののどれぐらい持つか。徐々に減っていく魔鋼をビクビクしながら確認する日々です。そりゃ大変だ。え、お前魔鋼嫌いなんじゃないの。いっそ魔鋼なしで生活すればいいじゃない。おいいこと言うじゃん、それ提案してやるよ。またご冗談は。冗談じゃないんだけどね、バレット的には。何でもやって。この町の設備保守担当がモンスターに襲われて入院中なんです。なるほど。シンラ本社に応援を要請したのですが、今はミッドガルが大変でしょう。まあ俺たちのせいでもあるんだけどね。そこに現れたのが何でも屋さんです。本当に助かりましたよ。気なくせえな、何でもや。助かります。申し遅れましたが、私町長のフラットベレージと言います。おベレージ、よろしく。何でも屋さんはベレちゃん、町の外にある工房で作業中のはずです。お、私からの伝言は状況と進捗の報告をお願いしますです。オッケー。ほうれん草ね、ほうれん草依頼すればいいのね。魔鋼タンクの残量が心配で夜も眠れません。早く直してくれよ。スラム、あんたの方が詳しいだ。魔鋼パイプが故障だって。一体いつになったら治るんだ。やっぱりお前しか知らねえな。皆さん、他のやつならもうちょっと気の利いた看板あげるだろうしよ。何でもやっていう職業がいろいろあるわけじゃなくて、クラウドぐらいしかそんな風に言ってないということなんでしょうね。なのにクラウドしかいないはずなのに、その何でも屋を名乗ってるやつがおるということだね。あ、こんなとこまで行くの。え、こんなとこまで行かすん。ああでもファストトラベルできるじゃん。魔鋼パイプ修理工房。あ、ここか、来たね。
え、誰がいる？なんかでも誰かいるようには見えないけどな。もうすでに時すでに押すし。これか。誰もいないじゃん。なんか蝶々に。俺に何か用。おわ。アバランチのガセネタを。切れてめこのクソ野郎。え、嘘、クラウド？ここも縄張りなの？パイプ修理を引き受けた何でも屋はお前か。何でも屋のキュリエだ。報酬は安くない。影響受けやすいやつだなこいつ。お前ら商売に向いてねえな。町長から伝言だ。進捗を報告しろって。お前できんのキリエ。そうだよね。そりゃそうだよね。めんこいけどこいついけすかねえんだよな。私も報告したい気持ちは人一倍あるけど、はあ、補修に必要な部品が足りなくてまだ全然。一緒に部品を集めてくれない？最初からそのつもりじゃね。ふざけるな。善と有望な後輩を助けると思って、ね、何でも言うこと聞く。何でも言うこと聞くのキリエちゃん。何でも屋を名乗るのをやめろ。それが条件。うわいい条件。大人だね。交渉成立。早速だけど、これが最低限必要な。うわお使いメモだって。もっと欲しいところだけど、贅沢は言うまい。揃ったら持ってきて。お前もやれ。部品はどこにあんだよ。この先のパイプのスクラップ置き場にあると思うな。いやお前が行けよ。きっとある。了解。じゃあよろしくね。モンスター出そう。一緒に探すんじゃねえのか。私はここでほら細かいネジとか探さないと。どこまで行ってもうさんくせえ女だなお前は。揃った？揃ったじゃねえよ。ああなるほどね。渡さない。何でもやって思ってたより大変だね。クソ野郎が。あマップ上にこうやって出てくれんのね。一個一個回収しに行くか。しょうがねえな。何でも屋のクラウドはそんなに安くねえぜ。まずは一個ずつ近場から探していこうか。こっちあめちゃめちゃ近くに落ちてるじゃん。わかりやすく。このクエストいる？錆びた鉄板。おたた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 た。こんなスクラップで直せる程度の穴だったらさ、別に誰でもできん。錆びた鉄板だの、錆びた釘だの。あとここか。おっ、あたた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 た。はい。あモンスターいる。モンスターいるじゃん。おあったたたたたたた。これで全部だね。拾ってクラウド。いや嫌なのはわかるけども、嫌なのはわかるけれども、クラウド俺だって嫌だよ。やりたかねえけれども頼むよ。よし俺は持ってきてやったぞ。もう二度と名乗んなよ。部品揃った？揃ったし。でもお前は努力してるのか。しょうがねえ、渡してやるよ。何でも言うこと聞いてよ。だけあれば本職みたいに直せそう。報酬も割増で請求できるかも。クソゲス野郎め。イヒヒじゃねえ。じゃあついてきて。魔鋼パイプの修理へレッツゴー。なんか手伝わせられそうだな。あれどこ行った？あいつ、あいだいだいけるや。どういくな。なんかまた手伝わされるつもりでしょう。あ、なんかあれじゃない？なんか魔鋼漏れてたところじゃない？俺知ってるよそれ。実は私家出中なんだよね。おばあちゃんと喧嘩しちゃって。あ、そうなの？いつまでも子供扱いで仕事を任せてくれなくて。スラムエンジェルと頭に来て飛び出しちゃった。だからね、ミッドガルの外でしっかり稼いでおばあちゃんを見返してやるの。まあいい心がけだけれども。何でも屋さんやっちゃって。お前はまあその見返してやろうみたいな気持ちはね、まあ喧嘩するんだって話ですけれども、まあ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 いいとは思うんですけれども、金の稼ぎ方ね。稼ぎ方には問題あると思うけどね。できないことできるって言っちゃダメ。やっぱりこれじゃん。前見に来たよここ。これ大丈夫かなっつって。でもたかたかこれ漏れてるぐらいでダメなの？到着。ちゃんと修理できんだろうな。スラム育ちをなめないでよね。
ジャンクパーツの扱いは任せてよ。おお、なんかそれっぽいこと言うな、お前。あれあれ、なんか出てきたじゃん。なんだ、土地は任せる。え、はちゃめちゃに気持ち悪いの出てきたんだけど。え、出て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 、よいしょ、見破っていきましょう。悪いが頼む。さあ行くよ。殴れ殴れ。プワゾンキャップ、まあ、ヒットポイントはそんなに高くないですね。弱点属性で、ヒート状態にできると。パイプより漏れ出た魔法の影響を受け変異した金、なんだっけこれ、金糸モンスターか、まあキノコですわな。毒性の強い胞子を飛ばし敵を弱らせると寄生して繁殖する。怖い。あー、胞子ばらまき、怖い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 、逃げて。キノコカウンター、よし行け、今だ。うわ、めっちゃ食らったんだが、あれあれらしゃ、アイシャアイシャ、何だったんだよ。お、バトルシミュレーターアップデートですね。漏れた魔法の影響だろう。ものしり、見破るの目標数を達成。よし完成。もう上手じゃん。これでバッチリ、報酬もたっぷり。何でも屋同盟の結成を祝してお疲れ様の参拝でもする。何でも屋何のなすってんだろ。ああ、おい、何でも屋同士手を取り合って頑張ろうって約束。おい、クソ野郎、何でも屋を名乗るのはやめろ。いいじゃん、減るもんじゃないし、宣伝してあげる。減るもんを減らしてやろうか。営業妨害。こわ、え、何回出てくんの。何でも屋さん、後片付けよろしく。待ちやがれ。いい生活してるぜ。なるほど、暴れ頼んだぞ。私にしまった。よいしょ。あのガキどうするよ。修理は完了したらしい。町長に報告して終わろう。畜生、逃げられたか。まあでも直したもんは直したから許してやるか。しょうがねえやつだぜ。なんか FF7 リメイクのジョニー的な扱いで何回か出てきそうだな、あいつ。キリエ。めんこいけどいけすかない女ね。皆さん、何でも屋さんに聞きましたよ。あ、報告しに来たんだ。皆さんも修理を手伝ってくださったとか。おかげさまで魔法の供給が再開しました。まあよかったね。ありがとうございます。いいえ。その何でも屋はどこだ。怒ってる。次の仕事があるとかで慌てて出て我々に捕まりたくないからだろ。さすが噂にたがわぬ実力者。お忙しですな。勘違いしてるけどな。思わぬ商売がたきの登場だな。喜んでじゃねえ。そうだ、お、すごい、3000。優しい何でも屋さんから皆さんの分の報酬を預かっております。おお、ちゃんとくれんだ。バレットの好感度上がってるし。今後はこんなことが起こらないように。魔法タンクに魔法が溜まっていると安心しますな、うん、今夜はぐっすり眠れそうです。複雑な気持ちだね、バレット。ああ、一応このグラスランドエリアではクエストが5つあるんだ。あ、で見て見て、なんかマークついてる。ほら、この花咲く丘、ん？丘の上に咲く花はエアリス。だからエアリスの好感度上げイベントなんだ。で、これはバレット。で、これはレッド13なんだね。で、もう一つは多分ティファ。あとクラウドの好感度上げてもしゃあねえけどな。で、多分この辺がそうだろうね。あれ、でもクエストマークあと1個くらいあるのか。なんか1個漏らしてんのかな。それとも、あ、ここにもある。だからあと2個あるね。こっちは確か何でも屋さんのやつだから、先にこっち行こうか。うん、ちょっと宿屋でお休みしたいし、ね、私多分 こん中じゃない。名前なんだっけ、助けてくれたあいつだよ。ただごめん、先に休ませてくれ。あったかいペットで寝るの久しぶりなんだ。布団最高。捜索のためカームは一時的に封鎖されましたが、世話になったな。マジか、真のうまく巻いたようだな。あんたは体調が良くないらしいな。大丈夫かよ、ドラクラ伯爵。情報が早いな、心配してくれるのか。いや、命の恩人だからね、ブロード。だったら頼みを聞いてだからっつって、頼みっつって。知り合いに
風車の部品の仕入れを頼まれていたんだが、お、この体調じゃ難しい。俺持ってるよ風車。代わりにやってくれないか。いや、てか持ってるよ俺。どうする、彼には世話になった、借りは返すべきだろう。いや、お前に言われなくても返すよ。なんかこれで俺がうんって言ったらレッドサーティーンが偉いみたいになるじゃん。俺は最初からこいつブロードのために聞こうと思ってたからね。体調は大丈夫なのか。頭痛とめまいがひどくてね、若い頃にいろいろ無理をしたせいかな、ガタが来ているのかもしれない。いや、バファリン飲んだ方がいいって。頭痛とめまい、他にはバファリンだって。時々声が、私を呼ぶ声が聞こえる気がするんだ。あれ、何でもない。あなた番号が腕に書いてたりしない？マルカートさん状態じゃないのそれ。あんたシェンナとの関係は？若い頃は軍に所属していた。あれ、ソルジャー系？両親が亡くなったのを機にシェンナを抜けて、なるほど、家業を継いだってわけさ。なぜシンラと敵対してるんだ？話せば長くなる。簡潔に言えば、家族と故郷を奪われた。あれ？恨むには十分な理由だ。ニブルヘイブの出身？故郷はここではないのか。この町は一度シンラによって破壊されてる。再建されても故郷という気はもうしない。ああ、そうなんだ。ここにいるのは恨みつらみを忘れないためさ。その生き方もなんか切ねえな。不健康な生き方だ。そうだよね、バファリン飲んだ方がいいよ。助かる。詳しいことはミルドという女に聞いてくれ。海沿いの廃集落に住んでいる。風車が目印。俺何回もあの人に会いに行ってさ、だから俺持ってるんよな、ブロード。俺持ってるんだよ。なんならクラフトしてるんよ。うん、あの人が必要だと思って、この風車のギア俺持ってるんよ。何回も私に言ったんよ。でもあの人全然俺の風車見てくんないの。凄腕が行くと伝えておこう。よろしく頼むよ。LINE、うん、しといて。既読になる前に向かうけどね。ほんでもって、あ、やっぱりここだよね。あの女性だ。俺何回も店に行ったじゃん、ギア。俺ギア何回も店に行ったよ。全然取り合ってくれなかったじゃん。全然俺のギア見てくれなかったじゃん。俺のギアを見てくれよな、ミルド。俺のギアを見てくれよ。俺の可変するギアを見てくれよ。ブロードの友達、来てくれてありがとう。こちらさ、どうだい、美しいだろ。美しいね。俺のギアも見てくれないか。時代のものだ。シンラとは設計思想から違う、うん、私はこいつをどうしても動かしてみたくて、ね、俺のギアも動くよ。それなのにピッチ制御用のギアだけがどうしても手に入らないんだ。俺のギアでどうだい？というわけで君たちにはギアを手に入れてきてもらいたい。立派なギアを持ってるよ。何か質問はあるかな。先生みたいな話し方するじゃん。、うん、あんたブロードの何なのさ。いわゆる幼馴染というやつだな。あら、二人とも若い頃に街を出てね、世界中の風景を見て回った。あ、その中でいろいろこう。それから彼は新ラグに入隊し、私はエンジニアになったというわけだ。いいじゃんいいじゃん、その関係。ギアを作るための素材はクラフトチップは見つけたようだね。じゃあ次はアイテムクラフトだ。必要な素材はグラスランドに生息するケツァルコアトルという鳥から取れるんだが、マコーロの影響か最近は見かけなくてね。どうだい、探せそうかい？ライフスポットの解析を進める。いや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 、何知らんみたいな言い方して。ギアの入手方法、現在は生産されていない部品だ。アイテムクラフトで作れるはずだ。まずはクラフトチップを手に入れるところからだね。レシピが分かればその後素材を揃えてクラフトするだけさ。簡単だろ？簡単って言うてくれるね。ブロードはシンラで何を？優秀な兵士として活躍していたみたい。やっぱソルジャーなんじゃないな、あいつ。しばらくして何か特別な実験に参加すると言って、あら、連絡が取れなかった。やっぱりあいつ腕に数字書いてるよ絶対。再会した時には彼は神羅を抜けていた。セフィロスの声聞こえちゃうんじゃないの？さあ、詳しくは教えてくれない。あら、ただ彼の体調の悪化はその実験の後遺症ではないかと
私は考えている。考えいいね。ブロードは治るのか。いやいや、このおばはんにそんなこと聞いても。医者にも見てもらったようだが、原因がわからないらしい、うん、私もかつて失われた技術の中に治療方法がないかと調べているんだ。一生懸命じゃん、ブロードのために。お手上げだ。俺のギア見ない？それじゃよろしく頼むよ。すでにクラフトチップを持っている。風車のギアをクラフトして渡そう。持ってるわ。しょうがねえね。渡す。これなんだ、俺のギア。おお、素晴らしい。やっぱり共和国スタイルの部品は美しいな。早速風車にセットしてみよう。こういう人いるよね。なんか異国のもの大好きな人、異常に褒める人ね、異国のものを。どう？ミルド。おお、風車動いた。来た来た来た。お、最高なやつ落ちてきましたよ。すごいすごい、見てくれ、海風を受けてブレードが回っている。興奮する。俺のギアも加速しております。エネルギーを生み出せるかだな。願わくば昔みたいにブロードと一緒にこの光景を見たかったんだがな。とにかくありがとう。夢が一つ叶ったよ。会いに行ってやればいいじゃん。これからカームへ戻るのかい？ブロードのところに。そのつもりだ。ブロードに会ったら伝えてくれ。お前が伝えろ。さっさと体調を治せ。そしていつかまた旅に出ようってね。いや、なんかさ、この世界のやつらクラウドのことをことづての役に使いすぎじゃない？自分でいいよ、そんな大事なこと。願わくば昔みたいにブロードと一緒にこの光景を見たかったんだがな。いや、ここに来るぐらい来れんじゃないの。うわー、これちょっと待って。緑だから魔法マテリア。でもこんな重要なイベント、しかもケタクオトルを倒していることがもう何条件だから、要は強敵、このシークレットモンスターをやっつけて、シークレットモンスターを倒した、もう何ご褒美的なものだから、はっきり言って、これはやばい魔法マテリアです。ありがとうございます。資料。毒治すとかそんなんでしょう。いや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 、つけますけど、つけますけれども、治療かよ。ポイゾナ S なレジスト、も FF7 リメイクでも持ってたけど、クソも使わん。これ一応つけとくけどね、つけとくけどもですよ。もう露骨にがっかりするからね、露骨にがっかりですよ。でちょっと前にこの敵の技が1個成長しまして、この敵の技ってすごくて、あの2段階3段階ってやっていくと、ほら HP アップ、 MP アップ、力アップ、魔力アップっつってね、どんどん強化されるんですよね。で特に力アップ、魔法アップなんつうのはこれなかなかいいんで、これちょっとバレットに持ってかすとくのはもったいないから、こうしようか。クラウドにこの敵の技を持たせて、まあ、雑に HP アップ、ガード強化を持たせつつかな。なんだ、会いに行けば。好きなんでしょ、ブロードのことが。いろいろ若い頃はさ、旅しながらさ、いろいろやったんでしょ。嫌な大人、嫌な大人だね。その若い頃の思い出に今慕ってるんでしょ。毎回やりてえなっつって、ブロードと一緒に行けばいいじゃん、一緒に。ああ、めんどくせえやつら。ああ、やだやだ、そういう年の取り方はしたくないわねっつって、はい、ファーストトラベル、グラスランドエリアカーン到着でございます。おい、昔の恋人がお目に会いてえとよ。色男は違うね。そうか、ミルドのやつはしゃいでたギアを見て、また旅に出よう。俺のギアを見て興奮してたよ。そりゃ楽しみだ。ずっと働き詰めだったからな。バファリン飲めよ。思い切って長期休暇もいいかもな。そうした方がいい。ひどく嫌な匂いがする。まるで北条の実験室にいた。おお、いた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 。そうだな、旅に出ないと。あら、あら、あら、ブロード大丈夫？ブロード
大丈夫か。これちょっとやばいやつじゃない。元ソルジャーの宿命さ、いわゆる劣化だ。出た、やっぱりソルジャーだったんだ。だから普通の医者にはわからない。劣化。お前もソルジャーなんだろ。元ソルジャーだ。こうなっちまうよ。悪いな、不安にさせるつもりはなかった。それに必ずこうなるわけじゃない。優しいな。あ、まだ若いんだ。まっすぐ生きろ。うわ、やりたいことをやれ。疾風のスカーフ。神羅の呪縛に屈するものかな。あ、重っ。え、激重、激重サブクエなんだけど。劣化の噂は聞いていたが、正直なところ実際に襲われるまで信じていなかったんだ。ミルドの風車を見るためにも早く体を治さないとな。ああ、ソルジャーにはいろんな噂がある。いちいち気にするな。早く治して。軍から抜けて再開した宿屋だ。病気なんかで畳むわけにはいかない。ブロードめっちゃ喋るじゃん、いろんなこと。劣化の噂は聞いてきた。あ、終わりました。どうやら終わりました。そこ、え、お前久しぶりだ。え、誘ってくれるなんてさ。激ヤバおじさんいる。おい、すごいバランスじゃん。この前は300キロ。あ、あれじゃない、これなんだっけ、このデカモグリ。それだけあればムームーちゃんを手に入れられるんだ。本当に仕方ないな。可愛いって罪よね。すごいバランスで座ってんのこいつ。ああ、激ヤバイベントだったな。なんかちょっとこう熱い視線を感じるのよね。見なくてもいいイベントにしてはなかなか伝わってくるものがありましたね。うん。あ、これレッドサーティーンのイベント2つまんじゃん。優遇されてんな。治ったか。で、今もらったのが疾風のスカーフ。確かアクセサリーで先制攻撃 ATB がちょっと溜まった状態で戦闘を迎えられるやつですね。まあなかなかいいっちゃいいんだけれど、うん、まあいいかな。というわけで今日はこの辺にしておきましょうか。いや、このグラス&エリアもやれることかなり終わってきて、残るところ、残すところクエスト、まあサブクエですね、もうあと1個。うん、次はなんか何でも屋のお仕事もらえるっていう、これはね、まあ、エクストラクエストになってますけど、エクストラクエストの近くにもあるので、多分このエクストラクエストがサブクエの要素的なものになってると思うので、うん、次はそちらを進めていこうかな。エクストラクエスト、これだね。カームの掲示板で仕事の依頼を確認しよう。これ何個もあるのかな。いや、これだけ、こんだけやってっからね。あー、ケツァルクアトルも倒しに行かなきゃダメだな。アイテムクラフトのために必要だからね。うん、なんだっけ、アクセサリーを作るのに1個必要なんですよ。これだ、フラタニティピアス作るのに、まだこれケツァルクアトルの爪が必要なので、うん、まあ、しょうがねえなっつって、また倒しに行きたいですけども。まあ、とりあえずは今日はこの辺にしておきましょうかね。というわけで本日ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。おいたさせひかるでございました。おいじゃあ、また次回よろしくお願いします。またね。